1893年恐慌を舞台にした劇の取り付け騒ぎのシーンを描いたポスター取り付け騒ぎとは特定の金融機関や金融制度に対する信用不安などから預金者が預金、貯金、掛け金等を取り戻そうとして急激に金融機関の転倒に殺到し混乱をきたす現象のこと。経営破綻するという噂や不確実な情報、デマが 引き金となることが多い。取り付け騒ぎが起きると他の金融機関の預金者にも不安が強まり、金融不安となることがあることから、金融システムの維持に当たる政府や報道機関は情報提供を通じて事態の沈静化に努めることになる。取り付け騒ぎが起こった金融機関では窓口での対応や多額の預金払い戻しによって業務が停滞する。加えて いかなる金融機関でも保持する資産の流動性は低いため、全預金を払い戻すことのできる現金は保有しておらず、殺到する預金の解約に応じるのは困難である。そのため、預金口の減少で経営が立ち行かなくなり、経営危機に陥ったり、最悪の場合、経営破綻に至る場合もある。銀行や信用金庫、信用組合など、 預金取扱金融機関が破綻した場合は、預金保険法の定めにより預金は保護される。しかし、保護額を超える預金についての支払額減債が行われることが想定される。日本では、預金保険と比べて、保護制度が万全ではない生命保険会社、損害保険会社の貯蓄性保険商品について、経営悪化の噂が流れると、 解約が取り付け騒ぎのように殺到することで資産が目減りし、経営破綻の引き金となりうる状況が平成不況下で見られた。保険商品はもともと元本保証されていないものの、経営破綻しなければ保険料をプールしている責任準備金の運用益で一定の利回りが得られる設計となっている。しかし経営破綻すると、解約返礼金が削減され、将来受け取る、 満期保険金内し死亡保険金が一律カットされることで大幅な元本割れが発生するリスクが高いため、これを回避するために解約が殺到する現象が起こる。実際に1990年代以降に破綻したいずれの保険会社も破綻時の既契約に対しては責任準備金の削減を行った上で受け皿の保険会社へ契約上等をしている。また、 金融商品ではないものの、ペーパー商法、マルチまがい商法、和牛オーナー制度で、それまで定期的に得ていた配当金の支払いが滞ると解約が急増し、経営破綻の引き金になるパターンがある。取り付け騒ぎの発生を予防し、また発生しても沈静化させるため、様々な方法が取られる。早朝から、 ノーザンロック銀行の前に列を作る人々2008年9月24日、香港の東和銀行の支店に列を作る人々、ケルビンウォン、香港の東和銀行で取り付け騒ぎ銀行側は、噂に反論、当局も擁護、ブルームバーグ2016年4月20日閲覧、2007年9月15日現在の為替レート、ありがとうございます。